皆さん、こんにちは。リカコライフです。今日はね、私の近所にあるセブンイレブンの私の御用達を紹介したいと思います。よかったら最後まで見てね。そして気に入ったらチャンネル登録もしてください。よろしくね。では始めます。それじゃあね、早速紹介したいと思うんだけど、今日はね、私ね、セブンイレブンのオリジナル商品、セブンプレミアムの商品をピックアップしてみた。なぜならね、よく見ると、そのセブンイレブンの、オリジナルのね、ブランドの商品って結構いいものがたくさんあって好きなの。で、まずは、これ。レトルトパックのご飯なんだけどさ、あとはね、ほら、見て。白米仕立ての食べやすい玄米ご飯3個入り、こういったものとか、あとね、味付け海苔から刻み昆布、それからカットわかめ、こういうものをね、なんで買っておくかというと、最近さ、地震とかが急に来たりとか、災害ね、そういった時に、こういうものをね、ストックしといて、いざという時に備えてるの。もちろん冷凍でご飯とかも、お家で、してあるんだけど、でもさ、例えばそれが急になかったりとかした時に、こういったものをストックしておくと、いざという時に役に立つなっていう目線で、ストックしてあります。そして、このセブンプレミアムの商品は、結構こうやってね、見ればいいものが揃ってるからゲットしております。ちなみに、海苔も玄米もわかめも昆布も全部スーパーフードなんだよ。ということで、これもリカコ目線です。はい。続いて、これもやっぱり災害に備えてなんだけど、バンドエイド。それからね、これは災害でもないけど、メガネ拭き。これも便利、携帯用の。これもね、セブンプレミアムオリジナルでーす。はい。よし。さあ、続いては、私がお仕事なんかに行くときに、ちょっとね、急いでて新幹線乗るとか、車の中でパパって食べているヘルシーなもの。まずは、じゃーん。枝豆。これセブンイレブンの枝豆大好きです。はい。そして、でん、野菜スティック。これも、すごいいつも新鮮で大好きなんで、小腹が空いた時とか、電車の中とか食べてます。移動の時に。お家ではあんまり食べないんだけどね。あとね、リンゴ。それから、パイナップル。この辺のものは、よく新幹線の中で、帰り、お腹空いちゃって、なんかちょっと甘いもの食べるのもなんだねっていう時に、こういったものをチョイスして食べるようにしてます。はい。そして次、おにぎり。私ね、おにぎりも結構冷凍して、玄米とかね、握って、週末にストックしとくんだけど、でもね、セブンイレブンのおにぎりで好きなのがあるの。それがね、大好きなのがね、五目いなりなの。これはお家でさ、作ろうってったって、たまーにしかこんなの作んないじゃん。って言った時に五目いなりがすごい好きで、セブンイレブンの五目いなりを買ってます。それから、季節ごとでさ、いろいろおこわとか出てくんじゃん。こういうのも家で作れないから、ほら、新発売って書いてある。これは、お昼ね、とか朝とか、こういったなんか新発売とか旬なもののおにぎりを結構買うようにしてる。それから、これも最近出てきたんだよな。生姜と鶏ごぼう。はい。こういうのってさ、これもっち麦入りなんだけど、家じゃなかなか作れないものもセブンイレブンは作ってくれてるんだよね。だから、こういうおにぎりをセブンイレブンで買うんだったら買います。あとシンプルなおにぎりは家から持ってきます。はい。これは美味しいおにぎりです。この3つをチョイスしました。はい。続いてはね、酒のつまみっていうか、私が普段食べてるスナックなんだけどさ、まず、
大好きなおせんべいの中でも好きなげんこつ。これってすごいカリカリで美味しいんだよね。私ね、おせんべい好きなの。なぜかっていうと、お米からできてるから小麦系じゃないじゃん。だからなるべくおせんべいを食べるようにしてます。そしてこれも好きなの。このさ、揚げおかき、これはね本当に大好き、はい。そして次、柿の種、これもお気に入りです。そして当たり目、これはビール飲む時も食べるんだけど、小腹が空いた時に、スルメってタンパク質でカロリーがないんだって。前トレーナーと一緒にトレーニングしてる時に、お腹空いた時には当たり目を食べてくださいって言われてから結構不安になりました。はい、続いて、あ、また揚げせんね。揚げせんの今度は醤油味、さっきのは醤油味じゃなかったの。はい、そして続いて、サキイカ、これもねタンパク質なんで、ビールを飲む時だけじゃなくて小腹が空いたりしたら食べております。これが私のおすすめのヘルシーなおやつです。さあ、そして普段あんまり食べないものを紹介したいと思います。セブンイレブンならではの、これ買ってるよ、これ食べてるよっていう大好きなメロンパン。私さ、普段あんまりこういうの食べないんだけど、どうしてもこのセブンイレブンのこのメロンパンが好きなので、これは本当に10日に1遍ぐらい自分のご褒美として食べております。はい、メロンパン。それから同じぐらい大好きなの、本当は毎日食べたいけど我慢して、これも1ヶ月に1遍ぐらいのドーナツ。セブンイレブンのアソート4個入り。いっぺんに食べないよ、大事に大事に食べるんだけど、これもとっても美味しいから大好きです。これとこれは私の特別編。でも本当は大好き、でも我慢して食べてます。はい、そしてヘルシーな栗。私ね、栗好きなんだよ。で、これは常備ね、ストックしてる。これはヘルシーなんで、そんなにこだわらずによく食べております。はい。そして、これもね、おやつなんだけど、大好きな麦チョコ。ちっちゃい時から麦チョコって大好きでさ、麦でできているんで、まあまあヘルシーでいいんじゃないかって思っております。はい、そしてラスト、大好きなパイ。私パイ好きなんだよ。一口パイも本当に大事に大事に食べるようにしております。はい、ということで今回セブンイレブンの、ご用達品々いろいろ紹介しましたけども、ねえ、食生活ってさ、自分が好きなものをさ、好きなだけ食べてたらさ、そういう体になってしまうじゃないですか。だからなるべく自分の中での価値観を決めて、日々の生活、ちょっとしたものは必ず家で作るように食べるようにしてて、でもこれセブンイレブンじゃなきゃ買えないとか、大好きとか美味しいっていうものを買うようにしております。そしてなるべく日々小麦粉は体を冷やすので、小麦粉は取らないように、さっきのメロンパンだとかドーナツだとかは本当に週1とか10日に1遍とか月1の楽しみにして、あとはおせんべい食べたり、あたりめ食べたり、麦チョコ食べたり、野菜スティック食べたり、こういう感じで生活を楽しんでおります。セブンイレブンのあのプレミアムの商品は、別にこれタイアップとかじゃなくて、本当にいいものが揃ってるなってゆっくりね、セブンイレブン買い物した時に思ったの。なのでさっきの災害にね、備えて、ああいったものもお家にね、あるととっても便利だと思うので、ぜひみんな参考にしてください。ということで、今日は私のセブンイレブンのお気に入りのご用達の商品でした。ナチュラルローソンとかファミリーマートとか、またね、徐々にそれぞれのものをね、紹介していきたいなって思いますので、また楽しみにしてください。メロンパン、おー、もーくんと栗くんは食べれないね。メロンパン美味しい。ドーナツ、
おいしい。うん、怖いもん。食べるもん。